サムネでネタバレマジやめろ。珍味協会取締役の大魔王であるぞ。コミック派の楽しみを奪うとは消費戦版。お前ら全員を巣底にしてやる。にすんな。以上、アマンの気持ちでした。解散カレー。打ち上げはサイゼで。で、違うゲロが脱毛でいいよ。そしてこれは魔王様のデータです。これはまた、ぐちゃぐちゃだな。まあまあ、めんどくさかったんですから、刺しますよ。うっそうすぎんだろ。でか XP3000 ってすごくないかも。とりあえず開口ぐらいすごいですね。全然わからん。おっと完璧なし、直撃を当てるのがうますぎくんですね。誰だようますぎくん。敵杉の親戚じゃろ。おっと見えているぞ。あっと上からの敵です。あっさり撃退しているな。ははは、このくらい昼間っぽいよ。おっと車線が鬱陶しいの。なんと洗練された敵流れさよ。その武器めっちゃ当てづらい印象ですけど。わしくらいになると敵の方から洗礼を受けに来るわ。行かせねえよ。あったこすんでこった。電話しがいけすぎくんじゃな。おいばけつしか言ってねえ。あんち仕方ない助けに行くか。そして見捨てられる音を。ゲヘヘロ。はいはいイケメンが来ましたよ。あっと現場には魔王様しかいません。なんじゃと。俺敵陣で無双してた方が良かったかもな。お主がバケツしかいないって言ったにゃんけ。なんか急に修羅張ってますね。むちゃむちゃだな。まあ誰か死ねえねえ。ええ隠れてものだぞ。あっとなんと夢寝たんすよ。ホットキャーバだそうです。わしから逃げられるとでも。なんとまさかのゲットだよ。あとはピコピコ飛んだけじゃな。そんな球体ではしっかな。そして攻められてる試合がこなんでだよ。もうほぼ同点じゃん。違うし2点も勝ってし。子供か。でも相手2人なんで大丈夫そうですね。わしが無双でノックアウトじゃな。まずはこいつをよく。まあそう慌てるな。魔王たる者どっしり構えて迎え撃たねばな。黒カドウネがバカだか。お遊びはここまでだ。ついにわしを怒らせてしまったようだな。あと顔面直撃に行ったそう。わしを怒らせるとやばいぞ。なんかこう。やばいぞ。よく置いてきた。ついでにお土産も置いてきてくださいよ。なんでだよ。あっとまたもや顔面直撃だ。ノーワーク。あらもうそんなところまで。攻めに入ればこっちのもんよ。あらよっと。あっといい距離感。そんな素敵な魔王様にお手紙が届いています。いつもかっこいい魔王様こんにちは。かっこいいとは。爪でも剥げたか。皆さんこんばんはって言われたのによく聞こえなかった。練習中に配信中から。先日ヤブラで見事ななかったよね。あともう少しでカウントリードという場面でおかんが炸裂。ヤブラから滑り落ちたのは何度アタックしても登りきれず、そのままにカウントさせまくられた案件だな。これは100金200円以外が多すぎるのが原因ですか。そうじゃないか。ありました。でかめたの前かよ。電子ガラスの段階を握っていたのですが、なんと拒否はいけるけど、パーにした瞬間を切ると超絶真顔で言いました。これはニュートンの生まれ変わりかなんかですか。違うぜ。あらまた顔面アタック。はいこっちもメガトンパンチ。ぬわっとさんのです。しかしカウントしすみません。ふん、ここからよ。わしを止められるかな。と敵陣侵入で早速やっていくにもふわっとしかしザリガニをつくのでは追加。そうはいかに。あっとプリンを使っているんではない。さあ来てやったぞ。ダブチのセットコーナーに投げっとつけてだせ。あっとバンズで挟まれているんだな。なんか聞こえますね。夏も終わりじゃな。この間立冬したんよ。はいそこ見えてます。なんと一撃で結果カウントリードしたんですね。全わしのおかげじゃな。あとは鼻こじってても勝てる。ではせっかくなのでそのなんだメガトンパンチの使い方だと。いい加減覚えろ。こんなんばっか言ってどんじゃろ。なるほどほどじゃねえよ。まあ強いて言うならわしかわしがいかってことだな。まあこういうことじゃ。今すぎだろう。ふふ、今日もイケメンが過ぎたかの。これはもう手が出せませんね。トランプマンでも無理じゃな。ではいただくとするか。あと私のハートボトルばかり返品しましょけ。よく当たりましたね。まだいけたがの。いやー今回も鼻血ブルーした。おかげで頭が働きません。止めろや。でもってなぜ私の手から納豆の匂いがするんだろう。食器洗って4時間経つのに世界7つ目ですわ。パン食のあなたにはわからないでしょうね。では今回も世界のパン食を見ていきたいと思います。わしを見ろ。さて迎え撃ちますわ。なんとパスタで千年の小麦粉対決で狙うんよ。サイコパスタ名前にする人初めて見たわ。エリオの言う通りもそこそこですよ。魔王がエリオなのかエリオ信者なのか悩ましいところだな。気になって眠れないであろう。12時間寝てきました。そんな立ちここった顔で。デカテキさんの編成がおかしいです。お笑い担当なんじゃろ。わらかしには来てない。あっと早速奪われてますが、まずは人数有利を作るのじゃ。じわじわと陰剣に攻めるんですね。しかし上には鉄壁ガード。くんくんくん。防水スプレーの匂いがする。なんとも発水。これは厳しい戦いになりそうですね。わしの敵ではないわ。慌ててねえけど。ウルショとな。ふふ、そんな弾当たらんわ。残念ですね。お遊びはここまでだ。残念に腹立ったんだな。お主ここが魔王軍国旗なんちゃらとしての侵入か。ただの金属だよ。来るならちゃんとアポ取ってよね。全然掃除してないんだからもう。全宿の嘆き。なんてだよ。はい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 、押し売りは許しませんよ。あっと出ました鉄壁ガード。かなり恨まれてるね。安心せい。わしのインクには針千本入っておる。たらに壺に入って健康になる特典付きだぞ。20%痛いだけかな。肩こりの壺。先生目つぶしになってる。まあまあ、見えとるぞ。あっとこれはさすがですか。わざと隙を見せて釣りましたね。このくらいで均等な。あっとしかし500なガード。あらよっと。傘がなければ赤ボトルでんだ。このままリードまで持っていけるか。インクには続いてるな。逃がさねえよ。あっと魔王様無双していますが、これにはヤブラの感触も涙です。わしは鮭しばき定食派だけどな。なんと仲間割れでさ怖いんよ。おのれうろちょろと。暗いサイダーアーム。おっと確実に仕留めていく。これは進みそうだな。わしが上を抑えればいけるじゃろ。あと少しでリードだな。あっと一人倒しましたが、ハンコの襲撃ではきついか。わしを誰だと。余裕で倒していく。ふむ、
あと二人か。あの技を出す時が来たようだな。イケメンオーラ。なんとか怨念を圧で押し出しました。はい、しばらく眠っておれ。そして軽々と起動するかのごとく。こっち来んなー。に関門へ。あーっと、ここでリードです。全足のおかげすぎる。確かにすごかった。あ、今後でしてくれるよ。まあよい。あとは料理してても勝てるし。完全にうまいのやめろ。手紙落ちしてますけど。わしが強すぎるからちょうどいいわよ。大丈夫大丈夫。あっという間にポータグじゃ。てんな。は、わしは何を。確かわしの武道館ライブを開催してたはずだが。これは、イントロの振り付け。お前ダンサー志望だったのか。違うよ。はい、ファンサービス。それはサイン付きの絵に付けらんねえだろ。サインをばらまいていくわ。だからつけらんねえだろ。後で私にもくださいね。転売目的はお断りじゃ。ちょっと全滅させていくねえな。マオワーク。あら、アイスちゃん。行かせねえよ。なんでお主差し入れか。ねえよ。マオワークで時空の歪みが生じ、なんやかんやでアイスちゃんが生じ。あ、この人ならどうしてくれんだ。わいせつ罪で訴えるわ。たまに焚き火詰めたろか。まあまあ、これは私が食べとくの。あっと、魔王様のやる気がチャージされました。あっと、エイムも引かせる。ふふ、朝飯前よ。ただろ、残るは楽天ガードマン。あっと、アイスアウトです。これはドーピング疑惑ですね。こっちを見るな。いや、人生がイージーモードで困るのよ。試練が欲しければ私とオープンを。鬼ハードになるんよ。でも一緒に遊んでくれるみんなが大好きな告白。まどなの違うわ。あんなし、1日1000回ぐらい遊びます。アホなのか。おっと、アホはただし。そんな名前つけんな。魔王がアホみたいです。はぁ、ふざけんなし。ってことで今はそんなやつを使うんだけど、思ってたステージと違うと。事前に散歩したのに座頭。あまりと間違いな。同時に頭真っ白ですよ。もうなんか全部記憶ない。どんだけだよ。私も散歩からしてやな。ふぅ、オープンも夢か。違うよ。魔王様とラブラブしたの忘れたんですか。違うよ。おっと、全否定アタック。なあなあ、なんです。冬の日本海ってサーファー多いん。何の話だよ。あっと、これは価格ですかね。油断するでない。福引きでハワイ旅行が出たら負ける。あっと、福引きの結果はポケットティッシュで参加したな。パスタも美味しいですけど。わしはご飯じゃ。食事で戦ってねえよ。残念だと、わしが圧倒的勝利だな。ってことで、お菓子派の勝利です。誰だよ。あっと、花のじじで戦ってねえよ。やっぱりボトルって強いんですね。わしの実力じゃな。私もできないけどもね。そのスプラの才能を置いて帰ってもらって。なんでだよ。代わりに敗北の女神は差し上げますんで。全力でいらんわ。はい。ってことで、ラストはなんかおまけでくれた試合でなんだよ。実況もおまけ程度でいこうかと思いますよね。ちゃんとつけろ。早速編成をご覧ください。ブラスターに無理がきついな。こちらの編成をご覧ください。まあ別に悪くないんじゃね。両者の編成を耳の穴かっぽじってご覧ください。わからなんなんだよ。ただの尺稼ぎです。お前な。この私に編成の何がわかるって言うんですか。私がこの試合の当事者だと言って、わー、黒いフライパンかけたいくらいしか思いませんよ。平和なやっちゃな。戦略は編成から始まるんじゃぞ。まあわしはキルするだけじゃが。あとただのキルぞ。わしが活躍できるように盤面を整えるのがナイトの仕事じゃな。さんにないんよ。なんか待ち時間で慣れ合いしたチームって負けの確率高くないですか。気が緩むからじゃろ。戦場で油断は禁物じゃ。わしのように常にさっき出してれば敵の方が逃げていくわい。違いますねー。ふん、わざとやられてやったんよ。うっせぇわ。あとハートを奪っているんでだ。ノーワーク。魔王様は今日もいけないんだろ。なんか鬼へって言われてて一言余計だわ。そういえば蝶々結びができるようになったんですよ。蝶々結びとはまだまだだな。見よ、これが魔王結びじゃ。それは伝説なことねーよ。ノーワーク。からの口が新年か。それはお祭りかよ。タップだぞやで。さすがガチビタエムのマーカーはひどいですね。でもってなんでカスタードさん最近配信多いですか。そもそもインクウェーブってなんですか。だから知らないかな。土足にやっている土足じゃねえし魂の爆風だし。てか気になるなら本人に聞けばよいではないか。ですよ。土足なんですかな。それに私にはあるんですよ。何が。画像がそのままにする程度の能力と浅いだけじゃないか。それならわしにもあるぞ。顔面が激イケ程度の能力。変わって魔王様。なんじゃ。ギアがダサいですぞ。うっせーわ。そんな魔王様にこの言葉を送ります。怒りはこちらにならず。虎は吠えないものですよ。わしは魔王じゃ。やっとローラーでよく見えなかった。迅速のキルだな。その武器で迅速は無理。まず撃たれてる魔王様も可愛いですけどね。ここ先が私ならまぶさたします。一番怖いのとねだろうです。はい、ってな感じで素敵な魔王様いかがだったでしょうか。イケメンプリが炸裂であったな。それは確かにさすが魔王って感じだな。最近はちょっとスランプあられちゃんらしいですけど、へっぽこな魔王様も愛しいですよ。なんか寒気が。まあスランプがあるのはうまい証拠です。私をご覧なさいよ。良い時がない。逆にすごいわ。ちなみにどんだけ下手になったか知りたいってオープンに参加したアマンさん、普通に私より上手くてさ全然やってないのに。通りで急に神キャラコンになったわけだ。そしてまたクソキャラコンにも出ますね。てかアイスちゃんがバチクソデータをくっつくことは終わっちゃうんですけど。ではでは今夜はスキヤです。また次回お会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。良いスプラを。